今回は星のカービィスーパーデラックスをプレイしていこうと思います。これね、いつもの始まり、はいどうもクリアでーす。このいつもの始まりと今回はテアさんと一緒にプレイしてます。はい、テアです、よろしくお願いします。はい、どうもクリアでーす。星のカービィスーパーデラックスなんですけど、もうすでに 100% すでにプレイ済みなんですけど、カービィ2号を使えばあの 0% から始まるんで、よし、クソ懐かしいなこれ。春風とともに、ね、早速こっからね。これはもうクロートなんで 100% ご説明はいりません。じゃ早速、敵をコピーして、2P をね、出さないと、テアタは何も復讐しかできないから。ちょっと待って。B でジャンプやった。僕も星のカービィこれやったことあるんだけど、操作が、よし、OK。100% クリアしてるのに、こっちも操作がおぼつかない。マキシム中、こうだ。OK。OK。 あ、スカ。あいえー、このゲームね、ヘルパーはいくら死んでも大丈夫なんだけど、このカービィはね、死んではいけない。このカービィは本体だから。そうだよ、どんだけでも出れるからね。ヘルパーの無人の、よし、よし、ヘルパーの泥棒いいよね、泥棒。あ、泥棒は強い。でもカービィの泥棒はすごく弱い。だって一発で終わりだもんね。これどうなったの？パンチがすごい強いんだよな。そう。避けられた。むしろカービィはすっぴんの方がいいぐらいまであるよ。よし。ヘルパーを無尽蔵に出せるという意味でね。特になんか何もないからもうガンガン進んでいこう。あ、これは一番強いボス来た。これを勝てるかどうかわかんない。早速勝てるかどうかがわかんない。大丈夫、ウィスキーに打つ、ウィスキーに打つ、勝利です。あ、間違えた。やった、爆弾だ。勝手にね、ヘルパーの能力をね変えちゃえ。ちょっと A ボタンをパッと押しちゃうな。どうしても A ボタンがそれね、A ボタンがこの能力を上げちゃうのと、さっきアイテムに変えたやつ、味方を、あ、いた。A ボタンが、ああ、OK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 。Y は、違う、X は、X は何もか。X は何もないな。よいしょ。爆弾好き。ういあ、これ扉に入る権限もカービィしかない、まさか。いや、そんなことない気がする。そんなことはない。え、なんか相手の頭に爆弾乗せるんだよ。あー、スタートボタンを押せば、あ、なるほど、技が、これファイターだけど、ファイターのバルコンパン、バルコンジャーンってこう出るから。スタートボタンってどれだ？これか。プラスのボタン。オッケー。敵のそばで置き逃げ爆弾。オッケー。敵のそばに行かないかんから、ちょっとね、判定が、下Y とかの方が楽。下Y連打。下Y連打。痛い。ハマってる。ちょっと待って。これは。よくある、ヘルパーによくある、この残念な、ちょっと待機位置が間違ってたな。待機位置を失敗した。ここね、ここを降りると結構辛い感じになってるから。入った。大丈夫、プレイヤー数は増やしてるから。無敵これは、あれ、よいしょ。
おー、オッケー。アポノの方がいい？シュンゴスもオッケー、オッケー。瞬殺。オフカービー懐かしいな。これなら余裕でしょう。アイスという、あ、あとね、A ボタンを連打すると自爆して、ね、自爆して、これでぶつかると技を切って、この辺のね、この基礎テクニックをね、この春風と共にで、ね、ちょっと練習しようかんと。後々この混乱してくるからこう。チュートリアルね、これ春風と共に。そう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 。よいしょ、あ、位置が悪い、位置が悪い。あれ。おし、それ一発だ。いや、ちょっとダメージを与えてた。ダメージ与えてたか。オッケー、オッケー。よし、また終わった。よし、いい感じ、いい感じ。いや、ちゃんと昔僕もこれ 100% にしたよ、したけど、ダメだね。ちょっとね、こっちもね、あの、ついこの間 100% にしたばっかりのはずなのに、あの操作が落ち着いてない。何回も失敗してるし。来た。おっか。よし。もう本体が回復しとけば入れない。入れない。どっちもどうやって入るんだ。上。十字キー上。入れない。あー、入る権限はヘルパーにはない。ヘルパーにはない。ヘルパーにはない。あれ、そんなんだっけ、入れなかったっけ、そもそも。回復。アイスだ。よいしょー。シミラだ。それの、レアな。ガードいいね。これのガードは無敵、無敵だから。完全ガードだから。他のキャラだとね、若干ほんの少し減ってんだよ、数ミリぐらい。よいしょ。こういうところ落下するだけでアウトだからもう。ガード。当たんねえな。当たってねえな、当たってねえな。よっ。危ねえ危ねえ。よし。あ、でもシミラのガードも結構性能高いんじゃない？そう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 。あ、シミラじゃない、チリーか。チリーのガード、氷付けになる。ね、あ、チリーってこうか。ちょっと待って、ガードってどうやって？ LR ボタン。こうか。これってどうなの？これも結構強力なんじゃない？これにする？マイクね、レアなんだけどね、使うとピンになっちゃうからね。そうそうそう。3回まで遊べるけど。ここにワンアップがあるんだけど、ワンアップが、あ、マキシムだった、マキシムだった。取る意味全くない。むしろダメージを受けた。むしろ受けた。そうか、画面切り替わりの時にモンスター復活するんだな。もうすぐ復活する。もうちょっとでも画面の外に行くとすぐ復活するから。ちょっと待てよ、ストーンになろう。よし、ストーン、ダブルストーン。で、この上の方行って、こら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 、あ、こらこら、あああれれもうね、もうあれれ、ちょっとスピンになりたかったから、スピンになりたかっただけだから。まさか中央コンボをされるとは思わなかった。ここの上のところに実は隠し扉。あー、そうだったな。これで大事なのはこのワンアップ、ワンアップとマキシムは、マキシムは、もうこのブドウでなんとかしよう。あー、ジャンプ力が。あーい。大事なのはワンアップだけだから。よいしょ。で、ここでハンマーをゲットしとこう。ほい。は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 い。8ターン。はい。はい。オッケー。ハンマーになったものの、あんま意味なかったかもしんねえな。
ハンマー投げた。いてー。これをタイミングを見計らって。よっしゃ。そうやめ、そうやめ。そうやめ。いや、これ攻撃しにくいスポンだった。あ、ちょっと嵐がちょっと今日天気も悪いしね。雨大丈夫だ。雨多分大丈夫大丈夫。よいしょ。はいはい。来ねえな。空中戦のところだからな、ちょっと。ただチャンスが来るはずだから。おわしおわし。おわし。ガード少し。しゃ。間違えた。ダッシュで勝ったんだけど、ダッシュ一本投げられるから。半端投げ。ダッシュが足りなかった。完全に不発に終わったハンマー。なハンマー投げたのでちょっと投げたんだけどね、投げ方がちょっとね弱かったね。あーこれもうデかー。もうラストだよ。ね。あ、春風も短くていいな。こんぐらいのね、このサクッとしたのがね、ちょっとテストプレイにちょうどいい感じの。よし。よし。じゃあ、これでいきますか。なんか変える？いいん、大丈夫。大丈夫。パラソルじゃなくていい。パラソル。オッケー。よいしょー。入った。おいっちょい。あ、終わった。8トン。マッチョで決めてなかったんだけどね、8トンだった。あれ、いない、いなくなっちゃった。カービィ専用になっちゃった。エンディングはカービィのもの。食べ物がもったいない。このね、ストーリー的に言うと、デデデ大王が食べ物を、食っちゃったから、みんなに、ちょっとね、独り占めすんなということでね、カービィが回収して、なんていうの、みんなに配ってる状態。ちゃんとね、ストーリーあるんだね。あとストーリーが、重要な、壮大なストーリーがあるから。ああ、春研究所。春研究所で、サクッと終わり。で、今のは練習、あくまで練習だから。